広見は、江戸時代中期の新言修造。田島万福寺の第五十三世住職。寺は、不居、田島の順尊者と呼ばれた。池田宗安の死。幼くして、田島国の名札、万福寺に入山。総名は、広見、学問をすくし、兄弟弟子二十一人のうち三本の指に数えられる成績であった。江戸幕府は、 儒学の内仏教の影響を受けた朱子学を基礎として奨励したが、有心神論的教義によって文部領土を説く、陽明学の方が、日本人には受け入れやすく人気が高まり、やがて陽明学が主流となっていった。当時、満腹寺では空海の開いた学校、草芸主治院の教義にのっとり、新言宗と儒学を教えていた。 内転と外転の目指す方向は同じ、到達点も同じであるとされ、満福寺においても儒学は必須科目の一つであった。満福寺歴代住職の中でも、高原と広美は、草芸七院の理念に基づき、学問を志す若者に、特に儒学を身につけさせることに力を注いだ。広美が住職を継いだ頃、自ら儒学の本81冊を購入。書教。 四章をはじめ、老子、宗子、半彦、純子、春秋左伝、なども揃えられた。また、広美は自ら、仏法太平官、秘密洋官、執探章総章屈絶、新言立業問答等を著述し、田舎には稀なる民宗知識と呼ばれた。文政八年、東本清宗して尽力。万福寺の観音堂を再建した。文政六年池田総案が、 満腹寺に入山して、広見に儒学を学ぶ。天保元年相馬九宝が広谷村の大橋、宗江門家に寄宿したことを知ると、池田宗安らに奨励。後、天保二年池田宗安は原続して、相馬九宝の門下に入り、儒学を体制して、門人たちに伝え、日本の明治の早々期に活躍した人物が出た。ありがとうございます。